皆さん、こんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドコーターズ店長の段蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのはスウェーデンのアウトドアブランドクレッタルムセンブラーゲジャケットブラーゲパンツ。この上下のジャケットパンツをご紹介いたしましょう。今私が着ているのは 私の前期モデルのブラーゲジャケットとブラーゲパンツ過酷な自然環境の中で活動するのに大変頼りぬになるウエアなんですこの年末年始も3泊4日4日間のスノーキャンプこのセットアップで行ってきましたその模様は、ンチャンネルで、 ボボリューム1からボリュューームムからままで放送しています実際もう低温下だともう吐く息シェルター内ではねなかなか撮影が困難だったんですが、まあ、その辺は差し引いてねリアルなスノーキャンプの実態を見ていただきたい内容となっています私の動作は一つ一つスノーキャンプでの ウエアグローブの乾燥シュラフの中の本シェルターの張り方ですねもう最終的にはもう枯れた倒木を選んで切って骨組みまで作ってシェルターを釣って雪に埋没してもビフトもしないシェルターまで作ってますからあるいは焚き火ブッシュクラフトの工作は簡単な ランタンスタンドなんかをね。行ってきました。これはこんな低音下でよく手先が動くんだなって言ったところ、まあ、経験者だったらあなるほどな。いや、よく動くなっていうような内容にはなってるかと思います。まあ楽しんで見ていただけたらよろしいかと思います。では、本題参ります。この私が今着ているブラキジャケットいいでしょう。 ここにトグルがついててましてね。全部開け離しててこのトグルがないと,っとジャケットがはだけたりするんですけどそれをこのワンポイントのアルミのバックルとトグルで固定できているこれも大変使い勝手がいいです袖口の収束 様々なデザインが個性的で実用的で、この左右非対称な作りも立体裁断になってましてこのジャケットは本当に素晴らしいと私は思っています。こちらが、新作のクレッタルムセン。ブラーゲーウポイントゼロ。第2世代ですね。私は第1世代。グローブを使ってワンアクションで引っ張って収束するフード。 トグルのデザインもいいですね。ワンポイント、リフレクターが付いている。袖にはアクセサリーポケット。私のモデルはあの露出したビスロンジッパーなんですが、アップデートされたブラーゲジャケットは、フラップが付いてい、これも干渉しなくていいですね。袖口の収束の作りも進化しています。摩耗する部分、肩や肘や裾、ここにはデュラコートというコーティングが施され、 生地の4倍の強さまで耐久力を持たせているというそして使い,込んで使い込んでいくうちに白っぽくこうなるんですね。実際に私の着ているブラーゲジャケットのデュラコートも、まあ、ちょっとこういう白っぽくなっている使いいい込んだ風情もかっこいいです。そしてこのボトムのブラーゲパンツレッドウィングの 六日のブーツですね。これに対してもその収束の形はいいですね。ですから私あの街でもよくあの履いてるんですよ。はい。ねえ、いいんですよ。はい、完全防水。耐水圧は二万以上。 糖質性にも優れ、丈夫な生地。アークテリクスの αSV ジャケットとブラーゲジャケット生地の摩耗に関してはアークテリクスの αSV ジャケットのその生地の耐久性の方が優れている生地の劣化は多少あるんですがこれも使い込んだ風情でいいですリサイクルナイロンを採用してますのでねそれぞれのピーリングをしたりとか細かいところは使い込んでいく風情 と思っていただければ問題ないはず。と私は思ってます。ね。新しいブラーゲージャケットは、大変摩耗に強くなっている生地。全体的にアップデートされているんです。素晴らしいですよ。そしてこのロービーブタイプの 裏上ゲパンツ。これも大変素晴らしい。スキー、スノーボード、ウィンターアクティビティ、スノーキャンプ、すべてに対応します。この D カンのトグルのデザインは、パンツにも採用されていて、カーゴポケットについているんですが、ここにカラビナをつけて、様々なアクセサリーを一時的に下げたり、グローブを下げたりしています。 ベルトループがありまして今回私はここにカラビナをつけてましたねカラビナはこう見ないでも取り外すここに顎がついているので引っかかりやすいカラビナではあるんですがアウトドアにおいてはワンアクションで着脱できるようにスキルアップをしといてくださいね両方にカゴポケット こちらは、マチのないポケット。それが両方付いたのがいいですね。トグルを外して、内側のジッパーを、はい、開きます。ここの外側にマチが付いて、はい、の大容量なポケットになってます。これも、ものすごく使い勝手が良くて、素晴らしいですね。 左右のジッパーは上からも開きますのでお尻がこうやって出ますねこのようにフロントパネルでビブパンツは釣っているのでヒップのパネルは開放できますお腹の当たりが良くなってますね新しいブラーゲジャケットブラーゲパンツの生地はパーテックスレボルブ生地は強化されて素晴らしいと思います 裾の収束は縮められることができますね以前のモデルは、まあ、ジッパーで開放する裾だったんですがそれを排除することによって大変すっきりと軽くなりましたこのブラーゲパンツの裾 のフラップは一つのデザインの特徴にはなっていたんですがそこがより実用的に簡素化されて、はい、これも進化しています。こちらは旧モデルのブラーゲージャケット次に今期モデルのブラーゲージャケットとブラーゲパンツをご覧ください今私が着ているのは S サイズ身長1 7 4ンチ、体重6 5キロで S サイズこちらも S サイズ FLHQ に用意しているブラーゲジャケットブラーゲパンツも今は S サイズ最後の1点となりましたこちらは今季のブラーゲパンツいいですね裾の収束具合も結構いいと思いますどうでしょう内側の芯もしっかりしてますね取り外し可能な パウダーースカート。これは街で使ってても下からの風の巻き込みを防ぐので大変暖かいですワンポイントでトグれで止めて。 このジャケットを着るそして操作するこの,でこの操作性の良さこの操作性の良さいいでしょしかもかっこいいよ動きがジッパーで取り外し可能なパウダーガードは下からの冷たい冷気の侵入も防ぎ 大変保温性を上げてます。センタージッパーはダブルスライダーで下からも開きます。そしてワンアクションで収束する。裾。開放します。ハンドレストする位置も素晴らしい。この左右非対称のジッパーも。 フルジッパーで収束して顔の全面に圧迫感がないのもいいですねではヘルメットをかぶってフードのフィッティングも確認してみましょうかこのフードの収束具合も素晴らしく実践的でこの深いフード実践的ですグッ の収束も素晴らし解放ね FLHQ にはこのブラーゲジャケットブラーゲパンツレーブンカラーは S サイズ最後の1点となりましたんでね、えー、よろしかったらどうぞお早めにご購入をしてください、えー、今回はスウェーデンのアウトドアブランドクレッタルムセンブラーゲジャケットブラーゲパンツをご紹介いたしました 最後までご視聴いただきまして誠に、ありがとうございます。よろしかったら。チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたしますね。ということで。ありがとうございます。